日本各地に眠る素敵なサウナとその先に広がるカルチャーを探す&サウナ。本日豊沢リポーターがやってきたのは東京都南麻布。なんとフィンランド大使館にサウナがあるということでお邪魔します。今回はフィンランド出身のノーラさんにご案内いただきます。わあ、なんか香りしますね。いい香りする。サウナのすごい。これが、そう、これが大使館のサウナです。そうなんですよ。わあ、すごい。あ、明るくて綺麗。木材の感じ、香りが、うん、私たちが今入ってるここは何ですか？アンバサダースサウナ、まあ、つまり大使 の、 その VIP ゲスト用の、はあ、ゲスト用のサウナなんです。フィンランドのサウナといえばルールですね。ルールルー ル、 ルー、そうそうそう。ちょっとここから、はい。いい音が来ました。パッてこう、あ、そうそうそう、こう、こうするんです。遠くから？そう、確かに日本人はよくそうかけるんじゃないですか、こういう感じ。でもフィンランド人はやっぱり遠くからこうやって投げるんです。パシャパシャ、結構まあ遠くからも。豊沢リポーターもやってみると、あ、そうそうそう、そうそうそう、当てる当てる。いきます。難しいぞ。いっぱい壊しちゃう。意識したことがなくて初めてのレールが難しいって。初めてのレールが難しいです。冷水シャワーで体を冷やしたら、あ、緑か。